日本群馬県紀流市、西久方町西久方町は群馬県紀流市の町名。現行行政地名は西久方町1丁目及び西久方町2丁目。面積は0.39平方キロメートル。郵便番号は376-0054。紀流市の中部、物見山の麓に位置する。東久方町、天神町、平井町と共に紀流市第10区に属する。 東部は本町、横山町に南部から西部にかけて宮本町に北部は平井町にそれぞれ接する町内を山手通りが南北に貫いている町内北部が一丁目南部が二丁目となっている二丁目の若光院周辺は近世に気流量の支配のため築かれた気流陣屋の跡地である山手通りの西側は丘陵地となっており円満寺 若光院、明恩寺、宝京寺、昭蓮寺など多くの寺院がある。山手通りの東側は住宅地となっており、気流市立北小学校、群馬県立気流工業高等学校がある。かつての下久方村の一部にあたる。1889年の町村静止校により、気流新町、新宿村、安楽戸村、下久方村、上、久方村平江が合併して、 気流町が発足した久方村は気流町の大技の一つとなる。1921年の市政施行を経て1929年に大技が廃止され現在の町名である西久方町となった。2017年8月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町内に 鉄道駅はない。町の南北を山手通りが通過している。昇連寺、ありがとうございます。